はい、こんにちは。今日も心理学のお話です。前回に続いてカリスマ性を鍛えていきましょう。メンタルトレーニング7選ということで紹介をしていきます。カリスマになるための、コミュニケーション術ということで紹介をしてきたんですけれども、それどちらかというとこう表向きな話で、今度は内面のことを鍛えていきましょうということで、メンタルトレーニングが7つありましたので、それを今日はご紹介をしていこうというふうに思います。どうでしょうね、前回ガクトさんとか室奈美恵さんみたいなのをこうちょっと例に紹介をして、ゆっくり話す、ガクトさんとかゆっくり低く話すっていうので、相手に思慮深いイメージを与えたりとか、大物感に見せたり、実際大物ですし、大物感に見せたりっていう方法をお伝えをしていったんですけれども、とはいえ表面上そういうことばかりを磨いていったとしても、結局内面が小鹿ちゃんのバンビのように俺はカリスマなんかじゃ無理だみたいななってしまってたら、結局意味がないので、表も飾って、そして中も鍛えていきましょうということで、今日メンタルトレーニングの話を紹介していきます。で、7つと非常にボリュームが多いものになりますので、ぜひついてきていただけたらと思います。中も繰り返し見てもいいと思いますし、そこはカリスマトレーニング1ということで、今ここに集中すると、これはよく言われる話ですよね。集中力を鍛えるためには過去のことを考えすぎたりとか、未来のことを想像しすぎたりすると、集中力があっちゃこっちゃいってしまうので、今ここに集中しましょうということなんですけれども、とりあえず前回の話の続きでいくと、会話の基本っていうのは相手の話から集中をそらさないことっていうのが大事ですと、人の話はよく聞きましょうなんていうことを言われたりするんですけど、じゃあ果たしてそれがどれくらいできてるかっていうと、なんと 46%、 約半分ですね、の人が誰かと会話をしているときに他のことを考えてしまっているっていうような結果が出たりしてるんですね。で、そういった会話とか今ここっていうものに集中するためには、やっぱり瞑想が一番だっていう話が出ています。ですんで、瞑想に関して3つの段階を追って鍛えていくことによって、今ここに集中する力っていうのを養われていきます。まず第1段階目に、目を閉じて1分だけ周囲の環境に集中しましょうと。今皆さんが例えば家にいらっしゃるということであれば、外からどんな音が聞こえてくるでしょうか。電車が走る音、君の犬が吠える音、それとも虫の音、何も聞こえない、キーンって音だけっていうなんですね。音が耳に自然に飛び込んでくるものは一体何なのかっていうのを感じ取るというトレーニングです。それから続いて、同じく目を閉じながら、今度は1分間だけご自身の呼吸に集中しましょう。鼻が、息から吸って、口から吐いて、っていうので、お腹が大きく膨らんで、そしてしぼんでいってっていう、こういった感覚を味わっていくと。そして最後に、同じく目を閉じて1分間だけ自分のつま先に集中するということですね。で、つま先に意識を向けていくと、自分の体の感覚が鍛えられているっていうイメージを持ちやすくなるらしくって、でそうすると集中力も上がっていくということなので、瞑想って5分とか10分とか20分やりましょうって言われるんですけど、この方法だったら周りの音を聞く、自分の呼吸に意識をする、つま先に意識をする、それを1分ずつ並べて、たった3分間で進みますよということで、この3分から始める瞑想というのはぜひやってみていただけたらと思います。続いて2つ目、トレーニング2つ目は重荷を下ろすということで、脳っていうのは残念ながらネガティブなことを感じてしまう不安が頭を巡らせてしまって、カリスマ性が損なわれていくということなんですね。その時には次のステップを踏んでもらって、不安を和らげていってリラックスしましょうということです。まず1つ目がリラックスして座るか、もしくは横たわって目を閉じましょうということですね。はい、で深呼吸を 2,3 回してもらって、息を吸う時にはきれいな空気が頭からそして体全身を巡ってつま先まで行くようなイメージをしていって、で吐き出す時には体の中を駆け巡っていろいろとこう悪いものを吸い取った黒いものが出ていくようなイメージをするということです。そして3段階目に、心配事っていうのが、要はあなたにとっての不安とかっていうのが肩に乗ってるイメージをしてもらって、でその心配事っていうのを、誰か自分にとっての憧れの存在の人とか、偉大な存在だと思うような人にこう払ってもらうようなイメージですね。おお、なんかついてるぞゴミ、ポンポンってやって、おお、ありがとうございますみたいな、こういう感じを取るといいと。だから外した状態で息を大きく吸って吐いて、で綺麗になった状態をさらに最後他の人に整えてもらうっていうようなイメージをすると、あ、なんか肩が軽くなったみたいなね、ことができたりします。
ですね、不快感を処理しましょうということです。先ほどの不安とはまた別で、自分にとって嫌だなーって思う感情を取り除いていくということです。でこれもまたね、4つのトレーニング方法っていうのがあって、一つは不快な感情っていうものの見方っていうのを改めて見ると、当然人間生きていけばストレスっていうのは感じるものですから、その不快な感情を味わうのは当然のことなんですよっていうことを認識するということです。まあ、誰もが常に同じことな体験をしているんだっていうことを認識するということです。それから2つ目に、過去に同じような不快感を味わった経験ってないかなっていうことを思うんですね。でその時はどんな風にクリアをしていったのかなっていうことを思い出してみると、あ、不快に感じてもこうやって攻略する方法があるんだなっていう抜け道が見つかるという、そんなことです。そして3つ目に、今この瞬間もあなたと同じように感じている不快感を味わっている人が他にもいると、つまり あなたもですかみたいな、こう仲間を広げていくっていうようなイメージですね、っていうのを持っていくと、そうするとなんか自分だけが苦しんでるんじゃないなっていう意識を持つことができるという、そんなイメージです。そして最後4つ目に、不快感を、これ面白いですよ、科学者のように観察すると、ほー、ブルーホースさん、あなたが感じている不快感、もしかして胸のあたりがドキドキしていませんか。そのドキドキはですね、コルチゾールと呼ばれるホルモンがあなたの体中を巡ってみたいな感じで、こう科学者ね、まあ、そんな風に自分を客観的に見てみて、不快感っていうのが一体どういうところから来てるのか、そしてその正体は一体何なのか、そしてどうやったら消すことができるのかっていうのを科学者チックに考えてみるっていうことが大事ですよということです。続いて4つ目、カリスマトレーニングの4つ目ですね。現実の解釈を変えましょうと。アドラー心理学なんかでは原因論、目的論みたいな話が出てきて、目的論、あなたはこうなるために例えば今の性格になったんですよと、その自分を卑下するような性格になったんですよとか、そんなことが言われたりしてるんですけれども、まあ、嫌なことがあったとしたら、まあ、あなたが経験をしたとしたら、心の中でその解釈っていうのを変えてみましょうという、そんなトレーニングになります。だから例えば具体的には、もしこの出来事っていうのがあなたにとっては怒った瞬間は嫌だなって思うことかもしれないんですけど、もしその嫌だなって思うことが実はいいことだったらっていうふうに解釈を変えてみるんですよ。例えば僕自身だったら、いじめにあったっていう体験は嫌だなって思うことなんですけど、でも今考えたら、今こうやって人前に出ても平気になるくらいのメンタルを身につけることができたりとか、未だに豆腐メンタルなんですけどね、いじめを受けたからこそがむしゃらに人に負けないように見返してやろうっていう反骨精神から、人よりもちょっと勉強ができる、当時はね、匂いになったりとか、今は知らないですけど、運動ができるようになったりとかっていうのは、やっぱり自分を磨くっていう機会をもらったんで、いじめっていう経験は良かったなというふうに今なら言えると、そんなイメージですね。それから、あるいは今起こっている経験が全部うまくいったかのように解釈をしてみると、例えばあなたが人前で話すのが苦手にもかかわらず、プレゼンを任されましたってなった時に、プレゼンを任されたけど私の話に感動してみんなが拍手喝采しているとか、スタンディングオベーションが起こっているとか、中には涙を流している人がいたとかっていう風に、すごい自分がうまくいったかもうまくいったかのようなことを書き出してみるっていうことも大事だったりします。これが現実の解釈を変えるということですね。そしてトレーニング5つ目に、自分に手紙を書くということです。過去に他人と喧嘩をしたりとか、とある人から嫌な思いをさせられたってなった時に、自分に対して手紙を書くといいそうなんですよね。でこれはどういうやり方かっていうと、5ステップあって、一つは自分がその嫌な思いをさせられた人とか怒りを感じた人に対して手紙を書くっていうことなんですね。でその人に手紙を書いて、あ、ごめんなさい、5ステップって言ったければ、ファーストステップはまず自分が嫌な思いをさせられた人とか怒りを覚えた人っていうのを浮かべましょう。そして2段階目にその人たちに手紙を書きましょうということです。そして3段階目に、相手の方から当時のことを振り返って、ごめんなさい、謝罪の手紙が来たっていうことを想像しながら、4段階目にその内容を自分で書いていくってことなんです。だから相手に手紙を書くし、相手からの手紙を自分で書くしっていうことなんですね。でその相手から、5段階目、相手から届いた謝罪文っていうのを何度も何度も読み返すと、まあ、本当は自分が書いてるんですけどね、もう何なら相手に言わせたい言葉をもう自分で全部書き連っていくっていう方法も全然ありですということですね。ということで、自分に手紙を書くっていうのが5つ目のトレーニングです。そして6つ目、身体感覚を鍛えましょうということです。まあ、例えば不
快な状態にいちいち切れてたりとかすると、カリスマがなんかそんなね精神乱れているような状態ってあんまり見ないじゃないですか、ね、でイライラを、うまく処理をしていくための方法としては、以下の3つっていうのがありますよということです。で1つ目が、イントネーションおかしかった。1つ目が不快感を覚えたら静かな場所に座って30秒だけ今回の出来事に対して体のどこに不快感を感じているのかっていうのを具体的に探してみましょうと。例えば頭がキリキリ痛いのか、お腹がチクチクするのか、それとも、胸のあたりがジーンとこうなんか熱くなってきてしまっているのかとかっていう、どこに不快感を感じているのかっていうのを感じ取ってみましょうと。そして2つ目に、その不快感を感じている場所が分かったら、その場所、例えば頭なら頭、お腹ならお腹、腕なら腕っていうのをじっくりと感じ取ってみて、その状態をじっくり観察してみて、でゆっくりどういうことが起こっているのかっていうのを丁寧に説明をしてみるということです。例えば頭がキリキリ痛いのであれば、あ、キリキリ痛いのは体が冷え切ってきてしまっていて、さらに追い詰めるようにまるで、万力でこう頭をグリ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 されているような感覚を今味わっているのではないかなみたいな、こうちょっと自分で説明をしてみるっていうようなことです。そしてそのじっくりとした観察が終わった最後3段階目に、気づけば、その説明をしているうちに気づけば不快感がなくなっているなっていうことに気づけるかどうかっていうのが3段階目になります、はい、なので自分にとっての不快な感情、怒りとか悲しみとかっていう不快な感情がどんな風に現れて、どんな風に自分の体を襲って、そして知らない間に消えていったか、このステップを踏んで身体感覚を鍛えましょうということです。そして最後7つ目に、コンフォートゾーンを広げましょうということで、コーチングの用語なんかでもコンフォートゾーンって、要は自分にとって居心地のいい場所っていうようなことを言うんですけれども、人間って自分にとって居心地のいい場所にいたがるんですよ。いつもの仲間といつもの場所、いつもの時間にいつもの同じメニューを頼んで、いつもと同じように乾杯っていつもと同じ話をすると、お前あのラストの打席の時にバット振ったら一緒にズボンも破れてさ、ガハハハハみたいなことをやったりとかっていうのがやっぱ好きなんですよね、ところがカリスマ性とか、あるいはそもそもメンタルを鍛えていくためには、自分のいつも親しんでいる感覚とか空間から抜き出していく、飛び出していく必要があるということなんですよ。だからそのためにどうするかっていうと、例えばスタバとか タリーズみたいにコーヒーショップで並んでいる時に、ちょっと自分が何を飲もうかなっていうことを前後の人に相談してみるとか、ちょっとすいません、いつもねアイスコーヒーを飲んでるんですけど、いつも飲もうと思って、ちょっとお兄さんなんておすすめのないですかとかいうものをちょっとさらっと聞いてみるとか、ようなことをしたりとか、あるいは、ね、D ランドとかユニとか、に行った時にこうやっぱ長蛇の列並ぶじゃないですか。今はそんなことないかもしれないですけど、で前後の時に何ですかとか、この後何乗ろうと思っているんですかとか、おすすめのアトラクションなんですかとか、お土産何買うつもりですかとか、そんなことを話しかけてみるっていうのがしていくと、対人関係においてのコンフォートゾーンっていうのが広がっていくとかっていうことですね。それからメンタルそのものを鍛えるっていうことであれば、迷惑な客になってしまう可能性もあるんですけれど、例えばコンビニに行って罰ゲームをすると、どんな罰ゲームかっていうと、店員さんのところに行って、ね、レジカウンターに行って、あ、今俺が来なかったか、えバカ野郎そいつがルパンだーってバーって走っていくとか、アイスを置きながらすいません温めお願いしますって言ってみたりとかね、当然通常じゃありえないようなことを店員さんに言うことによってメンタルが鍛えられていくと、当然言うときはドキドキしますからね、そんなことをやってみたりとかもありじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、ただし迷惑な客になってしまう可能性もありますので、TPO をわきまえてぜひ実践してみていただきたいと思います。ということで、カリスマトレーニング7つということで、今ここに集中する、重荷を下ろす、不快感を処理する、現実の解釈を変えてみる、自分に対して手紙を書く、身体感覚を鍛える、コンフォートゾーンを広げるということで7つ紹介をしてきました。皆さんにとってどの方法からだったら、メンタルトレーニングをする始めることができるかということをぜひ考えてみていただけたらと思います。全部やろうと思ったらそれこそ重荷になってしまいますので、そうならないためにもまずは自分にとってこれから始めようというものからやっていって、でだんだんうまくいき始めたら、 あれもやってみようかな、これもやってみようかなということで、徐々に徐々にコンフォートゾーンを広げていってもらえたらいいかなというふうに思います。ということで本日はメンタルトレーニング、カリスマになるためにということでご紹介をしていきました。以上でこの動画終わりとさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。